はい、庄司は徳川家康公が父君松平広忠公供養のために建てたお寺でありまして、1560年に建てられました。お寺の名前は家康公が広忠公のお墓の上に植えた松、手植えの松が無事に成長したことから我が記念に応える松として庄司として名付けられました。こちらが松平広忠公のご病床、お墓です。専門家によりますと、おそらく武将の墓としては日本一の規模ではないかということです。お寺では珍しい朱色に塗られた門、こちらも格式の表れだということであります。もともとは広忠公が埋葬された場所に家康公手植えの松がありました。ここが庄司の本堂です。戦争で焼失をいたしましたけれども、昭和28年に再建されました。ご本尊は阿弥陀如来、自伝によりますと聖徳太子作と言われております。戦火を免れ400年以上ここに座っておられます。本堂の右側が地蔵さん、地蔵菩薩です。こちらの地蔵菩薩は1561年に徳川家康公が寄贈されたもので行基作と伝わっております。そして左側は観音菩薩、三河三十三観音の札所の一つとなっております。庄司の盆書鐘は尾張徳川家の始祖徳川義直公が作られたもので、名は江戸時代の儒学者林羅山が付けられています。戦争中お寺の鐘は武器のために供出をされましたけれども、庄司の鐘は価値が高いということで供出を免れた貴重な鐘です。盆書は戦争中空襲を受けて真っ赤に燃え上がったそうですけれども、幸いに助かりまして今こうやっておよそ400年いいねを出しています。こちらが聖徳太子を祀る太子堂です。1805年に建てられ、庄司の中では唯一戦争の被害を受けなかった貴重なお堂です。質素な外見の反面、内部は極彩色に塗られておりまして、非常にみんなを驚かせます。聖徳太子の月命日、毎月22日に御開帳をしております。庄司横丁第1号店の松本中見世亭です。お店ではレンタルボックスで手作り品の商品なども売ってますし、
鉄板ナポリタンとか焼きそばがとても美味しいです。最近葵巻というのを正王寺横丁のお土産で作りました。1個120円、1箱5個入り600円で売ってます。とても美味しいので買いに来てください。うさぎとかめです。手作り品の販売をしております。営業時間は11時から3時、お休みは水曜日、日曜日、祝日です。ぜひお出かけください。パスレルです。ケーキ屋でイートインスペースがあります。おすすめはこだわりプリンとショートケーキになっております。営業時間は10時から18時で、完売次第終了とさせていただいております。定休日は水曜日と木曜日になっております。よかったら来てください。失礼します。キテレツ写真館です。キテレツ写真館では記念写真の出張撮影を行っています。お店は金曜日の1時から4時まで開いてます。よろしくお願いします。昨年の7月にオープンしました昭和懐かしどころハイカラヤです。1階は主に昭和レトロ雑貨や玩具を置いております。2階では着物や布物を置いております。土日月の午前の11時から午後3時まで営業しております。よろしくお願いします。サイエンスバーフラクタルと申します。定休日は日曜日、それ以外の、月から、土曜日までは18時から25時まで営業しております。当店はサイエンスをコンセプトにおいて、より多くの方に科学を楽しんでいただけたら良いなと思って毎日やっております。よろしくお願いします。ありがとうございます。バー&アンティークスの門谷と申します。営業時間の方はですね、金土日月の4日間で、11時から金曜日と土曜日は23時までやっております。日曜日と月曜日は18時までの営業となっております。ですね、当店の方は2階の方でアンティークとニットキャップ、ハンドメイドのニットキャップの方を販売しておりますし、1階の方ではランチの方を週替わりで提供させていただいております。皆さんもお誘い合わせの上お越しくださいますようお願いいたします。5、60年前の昭和の名残の残るこの正寺横丁の一角にご老人の集まる憩いの場所としておしゃべりサロン受験もみんなに提供することになりました。金土日月 の、 10時から、4時までが開館してますので、みんな気軽にお越しください。